どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はね、車運転中なんですけど、どこに行くかというと、今回、ご縁がありましてですね、大阪の、とある小中学校にですね、ウクレレをこうお届けしようと、まあちょっとかっこいい言い方すると寄贈させていただこうってことなんですけど、まあ、その寄贈の旅に出ております。はい。で、まあ、大阪に、ね、行くから、まあ、どうせだったら途中の名古屋に寄り道して、Gラボのチームと、まあ、ミーティングすることと、あとね、何を隠そう、私の、あの姉、ガズ姉がね、名古屋に住んでるんですよ。なんでちょっとガズ姉ともちょっとね、まあなんだろう、あのお茶なんかしていこうかなという道のりをちょっとした、まあ、動画にしていこうかというふうに思ってます。でちょっとあの風の噂なんですけど、僕この運転中にサングラスかけてるじゃないですか。これがですね、なんか柴田恭兵さんに似てるとか似てないとかいう噂があるんですけど、柴田恭兵似てると思いますか？危ないでか、まあ、それは置いといたとしてですね、まあ、あの今日は どんな動画になることでしょうか。今のところですね、雨が降ってるんですけど明るくちょっとなりかけてるような感じなんですけれどもですね、はい。なんか久しぶりのガズ旅、小学校中学校にウクレレを、送るぜの旅に、皆さんちょっとお付き合いください。なんかその学校の方でそのなんていうかな、式典じゃないけど、そんなのは式典じゃないけどね、ちょっとそういうコーナーを設けてくれてるっていう話があるんで、そんなのもちょっと動画でね皆さんシェアできたら嬉しいかなと。でどうしてその小学校に、ウクレレがそう、こういう今回の流れになったかっていう話もちょっとすごく面白い話なんで、まあ、後ほどこの動画の中で、そんな動画、そのストーリーもね紹介していけたらいいかなというふうに思います。はい。というわけで、安全運転でジムニーで、向かってますよということで、レッツゴー。というわけで名古屋に今到着したんですけど、めっちゃ晴れてんだけど、すごい見てこの太陽を。どういうわけだ、天気予報だと大雨っぽい感じだった。そうだよ、すごいよ、はい。そしてほらここにいるのが、前もちょっと出たことあるけどガズ姉ガズ姉とこれからどこ行くんだ、ジブリパーク、森コロパークのお散歩。お散歩。ちなみにガズ姉はね長く手に住んでますからね、地元民に地元民に案内してもらいます。すげー晴れてんだけど、やばい。はい。そしてまさか小杉さん帽子を、これなんだっけ、誰モデル、ソフィーだって。ソフィー、耳を澄ませばの、違う、あ、違う、ハウル、全然じゃなくてハウルにしたの。ハウル、これハウルのモデルなの。そう、いや本当は、あ、そうだ、耳を澄ませばのすずきちゃんが好きなんだけど、うん、ちょっとさ、あの実用的な感じがなかったから、まあ、まあ、さっき今ここのお店で今寄ったところです。ここね、すごいね、店員さんもガズレで、そう、ガズレやってて受けたウクレレも置いてあったし、すごいな。というわけでですね、ジブリパークから、ちょっと移動してきて、Gラボの本拠地やってきました。今日はこういうメンバーでミーティングをちょっと、大事な大事なミーティングでございます。はい、皆さんもう気合抜群で、はい、青山さんとせいちゃんでございます。Gラボのみんな知ってるよね。一応奥が、青山さんで、Gラボをガズレレのデザイン主に担当してくれて、うん、他にもいろいろねやってくださってるけど、手前は、せいちゃんです。Gラボスタッフでございます。あのウクレレピクニックとかいろんなイベントでね、うん、あの会ってくださった方もいるけど、よろしくお願いします。はい。そして我らとこれから濃厚ミーティングが開始されるわけでございます。全部映らねえな映ったよ映った、ああ、はい。またあのその報告はまた後でどっかでシェアするんでね、今日はいろいろ決めることありますね。そうだね、よし、張り切ってミーティングスタートだ。おはようございます。さあ、そういうわけで昨日の名古屋から一夜明けましてですね、今日が本番でございましてですね、これから、大阪に今あの向かっている最中でございます。天気もいいですよ、青空が見えて、雲多めだけどね。はい。でこれから森口市にあるさつき学園さんという学校、この学校は小学校中学校がなんかこう一緒になってる学校なんだって、なんかあんまりなんて僕が育った環境ではない学校だなと思うんですけど、そこのね、
生徒諸君様にちょっとガズレレイズムをちょっとねこう注入っていうか、この音楽をねやる楽しさ、なんか音楽の授業だけではないこの自分でできる等身大の大きさをちょっとねシェアできたらいいなということで、まあそこの学校の校長先生と教頭先生がガズレレに夢中なっていうことはもう分かってるんですよ。もう何年も前からイベントに来てくれて、もうすごいね、ガズレレのこの、なんていうのかな、やってることにすごい共感いただいて、すごい熱い、方々っていうのも知ってるから、まあ、そのね、エネルギーをもとにですね、こう、また広がっていけばいいなと思って、はい、ここにちょっと今、乱雑ですけど、グレレが積んであるんですよ。はい。これを持って今大阪に駆けつけております。到着しました、大阪の、森口市にある、見てください、森口市立さつき学園という、学校なんです。なんかすごくないですか、ドラマに登場しそうな、すごいこう綺麗 なんか建物の、なんか公立らしいですよ。で今日ですね、キーパーソンがいるんです。ちょっとお迎えしましょう、石本先生。どうもよろしくお願いします。石本先生が、はい、ガズレレのイベントにも何回も来てくださってて、でもすごい楽しんでくださってて、会話してたら、僕小学校というか中学ね、こういう学校の、副校長先生やられているということで、なんかそんな風に先生が楽しんでいただけてるんだったら、そのいいよね、学校にウクレレあったらいいじゃないですかっていう流れから、じゃあ僕が持ってきますよ。たった10本だけど、いやいや、まさかの、何がいいかというとですね、やっぱウクレレだけ送っても、はい、あまり意味ないっていうか、そうですね。で、子供だから、子供小学校生とか中学生とか YouTube 見ちゃダメよって言われる子もいるかもしれないですね。だから先生が教えてあげられるっていうのはすごいなと思って、なんかそういう、だから時間が取れるかとか分かんないですけど、カリキュラムの中で、はい、まあでもせっかくウクレレをこうお渡しできるという機会があるんで、どうにかしてキッズたちにね、この楽しさを持って、はい、面白いもんね。もう任せてください。すごい体で、もうね、イベントでも一番楽しんでくださるんですよ、はい、先生が。でもやっぱそういうガズレレイズムをね、やっぱ理解してくださってるね、副校長先生がいるところにやっぱウクレレもあったら、なんか子どもたちもそのね、やっぱ音楽のその笑顔がやっぱ広がるっていうのが大事です。そうですね。いや、というわけでですね、今日はここにもうズーズーしくも押しかけてきましたからね。ありがとうございます。はい。でこれ見てください。もうここから今から行くんですけど、なんか今日はなんか集会がある？はい。学園集会って言いました。全校集会、全児童生徒が集まる、はい、集会がありますので、そちらで披露いただければ。そこで、はい、ね、そうセレモニー、ちっちゃいセレモニーですよ、ね。はい。恥ずかしい。でも初めての体験なんで僕も。はい。はい、楽しみにしてます。じゃあちょっと学校にこれから、じゃあはい、潜入だ、行くぜ。入り口の天井がかっこいい。建築家が作ったみたいな。本当だね、石の感じで。おお、すごいな。行ってみよう。今学校の校舎に入ろうとしたら、ちょっとすごいもん見ちゃいました。すごいもん見ちゃいました。すごいもん、先生が。先生が。はい、これは成功出るかも。どうも、私です。カズさん、すごいな、すごいな、用意してくださって、いやー、小杉さんも書いてある。本当だ、すごい、そっくりですね。ご本人さんも本人ですね。こういう感じですごい、今日はよろしくお願いします。楽しみだな、ね。いただいたサインは、うん、そこにあります、大谷翔平のグローブの隣に並べさせてもらおうと思ってますんで、すい、はい、世界の大谷の隣に、何かのラジオのところで、そうです、そう、僕は大判焼きとか、なんか、そう、で、これがなんかそうなんです、大判焼きとか、そう、地域によって太鼓焼きとか、いろいろ言い方が違う、言い方があって、はい、って言ったら、大阪の人が、なんかこの、なんだっけ、これ、ゴザソウロウ。ゴザソウロウがいいんじゃないですかって言っても、聞いたこともないわけですよ、僕は。東京とか長野県に住んで。回転焼きとかね、いろんな言い方がある。そうそうそう。で、僕が、まあ、あんこが好きだった話で、そしたら大阪の人はもうこれみんな知ってるみたいで、はい、で、知らんのですかとかってすごい言われて、そしたら今日用意していただいたってことで。ゴザソウロウって言うんだって。なんか味が2種類、こっちが赤と白って言って、小豆と白、うん、白はどうですかね、なんか2種類あるんで、もうすぐそこ のデパートで売ってる。あ、そうなんだ。もう急いで買ってきました。いや、今日今どこにいるかというと、このさつき学園の校長室さんでちょっとね、話してるんですけど、校長先生でございます。校長でございます。校長先生、もうなんかやっぱり元体育の先生って感じがもう、ね、こうエネルギッシュな感じが、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、先ほどね、出ていただいた石本先生、はい、
だから教頭先生がお二人いらっしゃるというすごい規模が大きいんです ね, ですね。だから小学校と中学校とだから夜間中学っていうのもあるということで、あのいろんなね、まさかこんな僕が校長室でこんなねお茶を飲んでるとか不思議ですけども本当こういうところで大体怒られてたタイプすいませんって感じで、はい、まああのね、あのこういう方々がですね本当に快くこんな動画も撮っていただいて、なんか嬉しいなということで、だから本当ねすごいことですよ。なかなか本当にそうです、本当なかなかね YouTube でとか言うとなんか難しいんですけど、もう本当フランクにね、はい、本当楽しい感じで これがシェアできると思うと本当に、ね、ありがとうございます。いやいやもうこちらこそです。いやいやこれからね、はい、そのキッズにちょっと渡っていって、まあ、その一回こ継続してね、やっぱ楽しい。でも10本しかないからね、どうやってそれをね、はい、やろうかって、またそれを考えるのもまたちょっと楽しいんじゃないかななんて思って、うん、はい、先生方もぜひ楽しんでこっそり、あの生徒に披露する前にこっそり楽しんでいただけるということで、これからちょっと、まあ、打ち合わせっていうかして、あのいよいよセレモニーに入っていくということなんで、はい、そっちもあの動画を撮らせていただけるということでお楽しみに、はい、今もう映ってる、まあ、撮れてる状態ですか。じゃこのままでいいですか、はい、今これ、なんだっけ、ゴザソウルをいただいてるんですけども、小豆がすごい、すごい美味しい、めちゃくちゃうまい。しかも甘さはかなり控えめで、そうだね、うん、これは大阪の方は食べるわね。好きですか。美味しいから好きですね。やっぱりこれは。これでもたこ焼きとかあっちすごく言われるけど、意外にこっちも今日食べるので、そうか、ソース味じゃない方ね。美味しいです。美味しい。しかもちょっとあったかいんです。うん、そうなの。買ってきたばかりです。ありがとう。先ほど買ってきました。やっぱりうまいな。小豆も。小豆大好き。すごい詰まってる。なんかこの皮もさ、ちょっともちっとしてて。しかもこの、あの、粒あんの感じがねいいね、美味しい、めちゃめちゃ美味しい。体育館、じゃーん、すごい、今日の全校数回の会場の体育館でございます。すごい綺麗だね。ほんと、すごい、エアコンもついて、大きいな。今リハーサル中というか、場所ももろもろ確認中。皆さんに発表があります。今日1階の入り口にいろんなポスターが貼ってあったの見てくれましたか。はい、皆さん YouTube 見る人、あ、たくさんいるね、ありがとう。今日はある大人気 YouTuber を先生がこの場所にお呼びしています。で、その中から、ね、その中からある素敵な発表もありますので、え、早速その方をお呼びしたいと思います。それではガズさん、ご登場ください。ぜひ拍手。私はですね、ウクレレ知ってます？ウクレレって知ってるよ。知ってる。あ、じゃあちょっと、じゃあ質問したいんだけども、ガズさんのこと知ってかっていう人。あ、本当に結構多いな。嬉しいですね、ありがとうございます。Yeah.
皆さんにお届けしたいと思います。今ですね、イベント終わって、イベントじゃないな、まあ、贈呈式っていう集会が、はい、集会が、全校集会が終わって片付けて戻ってきて、また校長室に戻ってきたんですけど、すごかったですね。よかったですね、盛り上がりました。盛り上がった、大阪のキッズたちのもう勢いがすごくて、いやもうテンション上がっちゃった、上がっちゃった最高でした。ちょっとしたなんかライブのような感じですね。ライブみたいなテンションの感じすごい。だって何人いたんですか。約、ね、650人ですよ。いやこれはなかなか、はい、いやでも絶対あれだとみんなハマりそうですね。そうですね、もうあれはいい感じでなんかウクレレの楽しさをシェアできたかなと思います。 ですね、はい、でもう早速、はい、最後にいただきました。ありがとうございます。書かせていただいて、まあ、なんか本当にこんな嬉しいことはなかなかないですね。本当だね。やっぱりでも子供が出会うきっかけってやっぱりいいよなと思うんですよね。 YouTube は自分でなかなか小学生の子供見られないしね、なんかたまたま出てくるという可能性もね、まあ、あるから、まあ、これがきっかけでうちでねまたなんか YouTube 見たり先生がねもうなんかいろいろプランを考えてるらしく、でもさっき聞いたらねやっぱこう最初からこうって決めるんじゃなくてこういろいろ試行錯誤しながらなんかねそれが本当素晴らしいなと思った。やっぱ僕もね全員にやらせるのは反対だね。そうだからやりたい興味がある子だけにやってほしいなって思ったから、ね、スポーツが好きな人に無理くりやらせても意味ないなって感じです、はい、まずはね、はい、この指止まれ方式で、あそれがいいです、おいでおいでっていう中から、ね、まさに日常の中にこのウクレレをなんとか取り込んでいきたいと思います。もう先生がいたらもう大丈夫ということで、まあ、無事このイベントも終わりましたね。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当に現実になってすごいですね。よかったです。本当に良かったです。はい、でも思った以上にみんな盛り上がってよかった。今日そうです、ね、まさに今日いただいた本の中にあったこのセリフ、思いがあればその先へ行ける。まさにこれが今日実現したのかなって。まさに先生もそうだし、はい、僕もそうだしね。本当に来ていただきたい、はい、来ていただきたい、ね、この本もねここに置いてもらって学校のね生徒、はい、中学生もいるから小学校高学年とかね中学生の方が読んでもらったらいいかなと思いますね。はい、こんな感じで、最高でした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。これからじゃあ長野に帰ります。はい、そういうわけでですね車に乗り込んで、信州に帰る道すがらでございます。大阪でのウクレレ、お渡しイベントじゃない、イベントじゃないな、まあまあそう、でも本当にね動画の中でも言ってたけど本当になんかなんていうのかな、願えば叶うっていうかね、良かったですよ、すごく。で子供たちがねもう本当に楽しそうだったのがねもう本当すごかった。久しぶりにねなんか魂が燃えました、はい。まあ、そんな感じで、ゆっくり、安全運転で南信州に帰ろうと思います。まっすぐな道で気持ちがいいよ、はい、大阪の道は高速道路気持ちがいいです、はい。そんな感じで、動画楽しんでいただけましたでしょうか。またねガズ旅本当あちこちいろんなこといろんな場所に行ってねなんか、楽しいこと面白いことやっていこうかなと思います。今回もね、後ろに旅レレ積んできてるんですよ。旅レレを持ってホテルで引いたりする。そうだから旅にはウクレレ、はい、行楽の秋にはウクレレを持って出かけましょう皆さん、はい。小学校にウクレレを届けてきたぞ動画、今回はこれにて終了です。さよならバイバイ。もうちょっとで今日撮って帰ってくる。